企画が通りました。え、漫画雑誌の企画書通ったの？あれ、絵が雑じゃない？まだネームの段階だから。あ、ちょっとはっきりしてきた。下書きの状態に進んだの。次はペン入れよ。そして仕上げね。完成だ。ちょっと待って、なんでこの顔にないの？知らないのに漫画編集やろうなんて。ま、頑張りなさい。私が編集長、アキが副編集長だよ。はい、なんで私が？友達だし、中学からの。私もあんたも経験がない。ただでさえ新規参入が難しい市場なのによ。それでも私はアキと一緒にやりたい。でも今回はパス。じゃああの子とみんなにバラしちゃうもん。何よ、ホワイトオータム。やらせてください。ありがとう。で、他の編集は？もう手は打ってあるんだ。レモハーン、廊下に落ちてたお菓子をたどってきたんですけど、一体ここは？新しくできた漫画雑誌の編集部ってここでいいんですか？うん、私漫画大好きなんで、すぐに廃刊になると思うんですが、よろしくお願いします。私、念願の外食部へ配属になったんですけど。いいわよ、無理しなくて。移動願い出します。出すの？二人ともよろしく。月刊誌の名前は会社と一緒と決まりました。商標が取れなかっただけだけどね。創刊号は5万部500円で出します。売上2500万。実売と流通経費を考えると実質850万くらいね。さらに編集費が850万、製造費が600万、利益は毎月マイナス600万よ。真っ赤っかです。大丈夫、ヒット作の単行本で回収できますって。月刊誌だと4、500ページですか？そうね。それだけあれば枕にもなるし、重しにもなるよね。読んでもらうのよ。じゃあ載せる漫画は1本30ページとして15本くらいですね。15人も漫画家さん集められますかね？アタックあるのみよ。漫画家さんの OK が取れません。こっちもよ。創刊してすぐ廃刊の浮き目にあった漫画家さんが結構多くて。おお、保護所の先生から返事が。やったわね。すごく丁寧なお断りの。ダメじゃん。でもメールもらえただけで幸せ。リンゴちゃんは確か OK もらった漫画家さんいたわよね。それが雑誌の編集者にネーム見せたら好評で、そっちに連載するって言われちゃったんです。新規の雑誌は辛いですね。それでもなんとか、やっと15作品集まりました。ほっとしました。オッケー、打ち上げは創刊号を出した後にね。そうだね、みんな気合い入れていこう。はい。